うまくいかない男のブルーズの歌を聴いてください。
あのいつものライブやったら普通はこうオープニングアクト前座さんっていうのはあの同じこういうブルースバンドやったり、まあね、音楽やってるバンドですよね。私たちの場合はね、いつもライブハウスでライブやってるんで。でも今日は紙芝居とタップダンスやったねえ、うん、ありがとうございました。すごい面白かったです。すごい面白かった。うん、ああやってお芝居、紙芝居に音楽がつくとダメですね。音楽がつくともうなんか私がもうすぐうるるるってすぐなってまうわ。あんなんね、今日頑張ってやってくれた皆さんの、紙芝居するダンスと、すごいたくさんの勇気をもらいました。ありがとうございました。えい、はい、ありがとう。紙芝居の中で、演奏していた、エッグちゃんとキシアンと、この間、神戸の方で、結婚式と披露宴とあって、私たちもあのお呼ばれして演奏もさせてもらって、ありがとうございました。ありがとうございました楽しかったよ、最後、ね、楽しかったね。あの今日も2人がああいう風にあの演奏してるの初めて見たんです私、はい、だからすごい新鮮で良かったしね、はい、あのこれからもああいうのを続けていってほしい。なんか音楽の意味合いがね、なんか伝わるなっていうのもすごい思いますね、はい。では次ちょっとはるさんと一緒に歌おうかなと思うんですが、はるさん準備してるの、はるさん、はい、はい次の曲はなんかはるさんがめいっ子さんか結婚式の時にお祝いで歌ったという話を聞きますが、違います？そうですね、はい、ちょっとじゃあどんな感じの曲かはるさんから言うてもって楽しく歌いたいと思いますが。そうですか、はい、あの Something You Got っていう曲なんですけども、俺の彼女は最高だぜ、ベイビーお前がいるから昼ちゃんと仕事をしてお金を家に持って帰れる、はい、いいでしょ、いいですね、ね、お前のために全ての夜はキープしてやる。それもいいでしょそんな余計いりませんか、まあでも、あの俺の彼女は Everything Alright やっていう、うん、ちょっと彼女のことを自慢してる歌です。はい言ったらおないラブサミやってみたいSee you.